天下分け目の戦い関ヶ原の戦いパノラマ大図解おパウパウいやー始まりましたか、はい、始まりましたよすごいですよこれねこの甲冑がすごいでしょすごいこれだ誰を誰ですかいやそれはもちろんね今言ったように、はい、今日は関ヶ原の戦いについて触れていくわけですから、はいはいうん、もうこの格好で言えばもう、はい、三成さんでしょうよえ三成さんに決まってるじゃないこれライブ演習言ってねえよあどんな耳してるのあそうですそうですでもこれ何家紋家康になってるけどねこっち派ってこといやそういうとこは突っ込んでこなくていいんだよなんでよだって家康になってるよレンタルしたらこうなってたのよおいレンタルって言うのは冷めるだろう自前で、ね、自前って自前で用意できるかこれ三成なのこれは三成ですねなるほど格好でテ、はい、ープちゃんは僕はですねもうあれですね、家康でございます徳川家康 で、はい、まあね今仲良く喋ってましたけどここは敵対関係ですからそうですね言ってもね違いますから、はい、今まではですね、はい、関川の戦いについては僕が授業でざっとね、まあ、流れを、まあ、授業でね、はいベプちゃんに教えたと思いますけどはいいただきました今回はですね実はちょっとある新説が、うんまあ、発見されたと言いますかおそれをちょっと今日はねあるアイテムを使って紹介していきたいと思いますおえー、親切ね、はい、ああなるほどその何ですかそのあるアイテムっていうのはそのあるアイテムというのがこちらでございますねはい、はい、何、はい、おすごいこれポスターでございますあらすごい、すごいねいろんな武将が乗っててそうなんですこれが何かと申しますと、はいはい、これが関ヶ原の戦いパノラマ大図解と申しましてですね、はいはいはい、角川漫画学習シリーズ日本の歴史5大特典付き、全16巻プラス別巻4冊セットの特典でついてるんですよ、これはあ、特典についてんだはい、そうなんですよ これすごい、ちゃんとこの配置もその時の配置みたいなことですねそういうことですねあ、これはいいですね関ヶ原の戦いでどんな武将がどの位置からどう戦ったのかっていうのを、ねうん、これで学べるというあ、そうなんですね。それでは早速紹介していきましょう。それでは早速、関ヶ原の戦いにまつわるある説を紹介していきます。お願いします、まあ、そもそもこの関ヶ原の戦いというのは石田三成はい、はい、の西軍と、うん、ベプちゃんが来ている徳川家康の東軍の戦いだったというのは、まあ、ベプちゃんもちろん分かってると思いますけど、はい、ちなみに何年に起きた戦いだったか覚えてますか1600年じゃないですかわあ素晴らしい、はい、そうですね1600年、はい、天下分け目の戦いということで覚えやすいもんね1600年っていうはい、はい、そうですね、うん、この西軍と東軍がぶつかった本当天下分け目の戦いだったんですけども、うんうんはい、この戦いではですね、うんうん、実はある人物が途中で寝返って、うんうん、ほう西軍から東軍に就いたことによって戦況が変わり、はいはいで東軍が勝利したんじゃないかと言われてるんですけども、はいはいはい、その人物というのがね、小早川秀明君なんですねあ小早川さん、はいはいはい、この小早川秀明という人物はですね、はいまあ、西軍には就いてたんですけども、うん、あその東軍にね寝返るという約束をね徳川家康してたんですねそうだよね家康がお前途中で裏切れよとそうそうなんか習ったのはなんか銃で撃って、うん、おい早く裏切れよお前みたいな、まあ、銃というか鉄砲ですねはいはい、はい、でなかなか裏切らないからその家康がお前何やってんだよってことで鉄砲を撃ち込んでああやばいやばいっつって、うん、急いで裏切らないとで裏切ってはいそう習いましたよ僕はというふうな、はいまあ、説が、はい、まあそれまでは濃厚だったので、はいまあ、授業ではそういうふうに教えたんですけども、はい、実はなんとほうこの説が間違ってるんじゃないかとえそれも最近出た説なんそういうこと新説として浮かび上がってきたんですね、はい、ああなるほどはいそれがこのパノラマ大図鑑を見ていただければ分かるんですけどもあこのパノラマ大図鑑に載ってんだねそうですねあ、はいまあ、これは青が西軍赤が東軍という内容になるんですけども一、はいはいうん、人だけ色が違う人いますね一人だけあだから小早川秀明さんオレンジになってますよこれそうなんですよ、はい、で裏切りは実は、はい、最初からだったんじゃないかって書かれてますねあ花から裏切ってたってことそういうことなんですこれが新説ってことですかそういうことですねでもだとしたら、うん、この大図鑑を見ると、うん、結構小早川さんいい位置にいるじゃないですかそうなんだ言ったら三成さんの近くといいますか、うん、これで花から裏切ったら、うん、結構家康さん有利というかめちゃくちゃ有利そうだよね囲めちゃうからねこれだってそう、うん、ここに書いてますけど午前8時徳川家康が関ヶ原に到着して合戦開始と、はい、なるほど午前8時からはい、はいここから、まあ、正午頃に、家康の命で小早川秀明隊に裏切りを催促する鉄砲が打ち込まれ小早川隊が西軍の大谷隊へ攻め込むというふうに書いてますけどもこれが旧説だよねこれが旧説ですね、はいはい、新説としてはもう午前8時この時点でもう裏切ったんじゃないかなるほどなるほど、はい、
で、まあ、これを見ていただければ、その小早川秀明がこの位置で裏切ったということで、はい、東軍が一気に有利になって、はい、で関ヶ原の戦いは東軍勝利で終わるわけですけども、ああそうですね、はい、他にもね、うん、このパノラマ大図鑑を見ていたら、はい、あこの人はこんなところでこんな感じだったんだっていうのがいろいろ学べるわけですね。あそうなんですね、はい、なるほど。さらにはもう一人、吉川博家という人物ですね、はい、ここに、はいはい、この人物も、まあ、毛利家の家臣ではあったんですけども、はい、もう、うん、まあ、東軍とつながってたんじゃないかということで、家康さんと、はい、で吉川博家が動かないし、この人が毛利秀元の動きも封じてたというか、ね、あ、もうあのここはもう行かずに行きましょう、ここは行かずに行きました、はい、だから動かなかったと。動かなかった。でもこの大図鑑で見るとさ、うん、毛利さんも金川さんも結構前の方にいるからさ、うん、後ろにいるこの2人、長祖さん、これは長祖家だね、長祖家さんと夏香さん夏香ね、夏香正家ね、はい、ね、まあ、後ろにいるからちょっとなんか前が動かないとさ動きづらいんじゃないですか。長祖壁なんかも四国の方ですごい有力な武将だったんですけども、はいはいはい、毛利秀元が動かないと前が詰まってるからいけないわけですね、はい、そうですよね。だから最終的に戦わずして敗走。そうだよね。そしてこっちの夏香正家も、はい、このキッカーが動かないから動けないという感じで、この夏香と長祖壁に関してはもう戦うことすらできずに負け組になっちゃうんですね、うんうん、あで多分悔しいよね、そうなると、うん、かわいそうだよな。まあまあどちらもとりあえず西軍についたということで、まあ、敗走しましたね。あ、はい、まあ、そこから先ちょっとね、あの江戸時代に入ってからちょっと苦しい思いをしたりするということですね。はいはいはい、はい、そして、まあ、一方こっちの方には、はい、例えば島津義弘なんかね、あと、西軍の方ですね、はい、西軍、こちらも、まあ、西軍で、まあ、負けた方の組ではあるんですけど、はい、そうですね、島津義弘、島津義弘はこれ敵軍を中央突破、負けると思ったらその敵陣の真ん中を突っ切って逃げていくと、はい、いやかっこいいよね、かっこいい、だかっこいいというか、そのなんかすごいね、その発想出ないじゃん。でやっぱそんだけ力があったから、そのまま薩摩の方まで行って、はいはい、薩摩でまた力つけてね、また江戸時代で薩摩藩主としてまた島津家というのが活躍するわけです、はいはい。まあ、あとはこちらでいうと、まあ、ね、島左近とか、あ 東軍でいうところの福島正則なんかっていうのはやっぱその力を持ってるから、やっぱ近くにいますよね、結構前線にいるというか、あ、まあ、こういうところでも、あ、やっぱこういう人っていうのは、まあ、前線大事なところにやっぱ配置されてるんだなっていうのが分かりますね。それはあれですか、やっぱ家康さんの結構なんか重鎮というか、そう、うん、信頼を受けてる人はやっぱ前の方にいるってことですか。まあそうですね、福島正則なんかっていうのは本当腕っぷしが強かったので、あ、やっぱその戦いの指揮を取れるようにまあ結構先頭の方にいるし、あ、なるほど。あと一方その石田三成のそばにいるこの島左近っていうのはもう本当三成の右腕と言われてる人ですから。あ、なるほど、はい。であとはほらね、本田忠勝とかもね、ただ勝ち続けた猛将っつって、一回も戦に負けたことがない、一回も刀傷を負ったことがない。あ、そうなんだ、本田さん。そう、すごいね。すごくない？無傷ってこと？やっぱね、どんな人であれさ、やっぱ一回戦に負けたりとかさ、傷負ったりしてるもんじゃない？やっぱ、あ、徳川家康ですら、それ戦に負けて、あれだね、お笑い芸人でいう、うん、マジで滑ったことないみたいな。そういうことだね。うわ、いいな。まあ、これだけの武将がこの、はい、関ヶ原の戦いには参戦して、うん、はいはいはい、こういう配置で戦いを行い、うん、はい、中には裏切ったやつもいたし、はい、中には戦わなかったやつもいた。なるほど、はい。まあ、他にもこう名前は聞いたことなんかあるなっていうぐらいの武将様、うん、はいはい、武将の、ね、あの人が結構書いてあったりするので、あ、はい、こういう武将だったんだっていうのが知れるよね、はい、このパノラマ。ああ、そうね、これ確かに、うん、はい、はい、ということで本日は、はい、うん、関ヶ原の戦いパノラマ大図解ということで、はい、ちょっと新設をね、あ、パノラマ大図解を使ってちょっと紹介させていただきましたけど、うん、まあ、そうですね、あくまでも研究段階ではありますので、なるほど、まあ、決定事項ではないと、あ、まあ、いわゆる諸説ありってことですよね。あ、そういうことですね、はい、最近はこういう説も出てきましたよという説をね、このパノラマ大図解を使って説明してきましたけども、はい、まあ、本当関ヶ原の戦いってのはすごく有名な戦いではあるんですけども、そうですね、まあ、現在の定説としては、うん、江戸時代など後世に書かれた資料を元にしたものではあるんですね、はい、だからまだまだこう研究の余地があるというか、
はい、従来の説もまだまだ根強いけども、まあ、こういう説も出てきたよっていうことでどんどん有力になる説とかっても出てくる。あ、だからどんどんだから変わってくる可能性ありますね、今後ね。まあ今日は敵からの戦いについて、またね改めて勉強してきましたけども、はい、じゃあどうでしたこのパンダマ大使会って。いや、これはですね本当に分かりやすいですね。そうね、やっぱこのやっぱ学校とかでもそうですけど、うん、ずっと先生の話をこう聞いて、うん、文字をこう教科書に通して、うんだけだとちょっとなんか覚えづらいとこあるんですけど、これを見ると絵があるし配置もすごい分かりやすいんで覚えやすいですね。これは勉強になりますね。そうですね、はい、まあ、ささぐり歴史塾の方でもまあね、うん、漫画日本の歴史をまあ参考にしながら流れをざっと説明してきましたけども、うん、でも詳しくはどういうことなんだろうと思った時にこういうのがあればより詳しくね、うん、学べますよね。そうですね、確かに、まあ、僕なんかは学校の時はやっぱその教科書見ながら本当名前だけ覚えてっていうような生徒だったので、うん、はい、この人が実際に何をしたんだろうっていうのが結構知らなかったりするんですよね。あ、そうなんだ。そう、でもこういう資料があれば、あ、こういうことだったんだっていうのが分かりますので、あ、はいはいはい、こういうパノラマ大図解見て皆さん勉強していただければと思います、はい、なんとこれ裏側にはですね、え、裏もあるんですか。これね、はい、世界遺産マップなんかもついてるんですね。あ、世界遺産マップ、はい、すごい。これ日本の世界遺産ってことですか。そうです、日本にある世界遺産、はい、これですね、はいはい、だからこっちは関ヶ原の戦いについて学べるし、はい、裏を見れば世界遺産マップになってる、はい、すごい、はい、こんなに世界遺産が日本にあるっていうのがまたちょっと勉強になりますよね。そうですね、あ、ま、九州だとやっぱ軍艦島とか長崎のやつがやっぱ入ってます ね、はい、あと最近出たから富岡製糸場がね世界遺産になりましたね。ちゃんと載ってますからね。あ、すごい、はい、うん、ということで、このパノラマ大図解皆さんも見て勉強していただければと思います、はい、うん、そうですね。関ヶ原の戦いパノラマ大図解が特典としてついている角川漫画学習シリーズ、うん、日本の歴史5大特典付き全16巻プラス別巻4冊セットは、現在発売中でございます。数に限りがある限定品でございますので購入はお早めに。あー、なるほど、早く皆さんね買ってくださいね。そうですね、あとねチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。ということで今日は以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。結果大変。Thank you.